こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、夏の退屈な着こなしをオシャレに見せるための裏技5000ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。まあ、夏の着こなしって難しいですよね。というのも、秋冬っていうのは着用点数がそれなりに多いので、おしゃれの仕様があるんですが、 夏になると、やっぱりですね、着るものの量が圧倒的に少ないので、その中でおしゃれに見せるってなかなか難しいんですよね。まあ、しかも、大人っぽくベーシックなもので揃えてしまうと、まあ、これまたですね、素敵に見せるのが難しいんですね。まあ、具体的に言うと、 t シャツに短パンにサンダルみたいなスタイルだとやっぱりですねカジュアルに見えすぎてしまってアクセントも乏しいのでなかなか素敵に見えづらいんですよそうなると持って生まれた顔立ちだとかスタイルの良さだとかまあそういった部分で人よりもですね素敵だったらおしゃれに見えるんだけどもそうじゃないとなかなかセンスよくおしゃれに見せることが難しいのでそこで今回ですね皆さんにご紹介したい5つの裏技を 使ってていいいただくこここととでで夏のシンンプルな着こななな着しししにに少しアクセントをを加えながらおゃゃれに見せううじゃないかという企画をですね今回の動画ではやってみたいと思っています。まあ、今回の動画以前にですね、やはりこうベーシックな着こなしというところは大人の男性にはすごく重要なんですね。あんまりアイテム一点ずつの個性を強くしてしまうと、それまたですね、コーディネートがしづらかったりだとか、悪目立ちしてしまう可能性があるので、僕はですね、 小物を使ったりだとか、全身の中に一点だけアクセントを取り入れるという方法を使ってるんですね。結構周りのおしゃれな人を見渡しても、このようなテクニックを使ってることは非常に多いので、ぜひ皆さんもですね、5個の中から、まあ、せいぜい1、2個だけでもいいと思いますし、まあ、できる方は3、4個試していただくと、いつもの退屈な着こなしがぐんとおしゃれに見えるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべく わかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょうはいということでここからはですね具体的にシンプルな着こなしからちょっとずつですね盛り付けをすることで退屈さをですね解消していきたいなと思ってるんですねまずはベースの着こなしから見ていきたいなと思うんですが 上はですね、もう定番ですね。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。これを着ていますね。色はグレーですね。これがまあ大人っぽくて使い勝手がいいんですが、まあかなりシンプルですよね。まあサイズ感ちょっとオーバーサイズなので、まあドシンプルなんだけども、適度にトレンド感があります。そしてボトムスはですね、これもユニクロのタックテーパードパンツですね。ちょっとサイズ感としてはゆとりがあって、大人っぽくはあるんだけども、トレンド感もあるようなものなんですが、これまたドベイ ベーシックちょっと足元見えてなくて恐縮なんですが、こちら、えー、足元はですね、コンバースのオールスタークップの ホワイトですね。最もベーシックで使い勝手がいいものなんですが、どうでしょうか見ていただくと、ドシンプルですよね。これはこれで悪くはないんだけども、なんかこうファッションとしてはちょっとつまんないな、物足りないなっていうところを僕自身はすごく感じているんですね。ここからちょっと盛り付けをしながらですね、適度に着こなしにアクセントをですね、取り入れていきたいなと思うんですね。ということで、まず一つ目のテクニックといいますか、裏技なんですが、腕回りを盛るというところです。 これがすごく重要で夏の着こなしって基本的にここここの手首がが出ることが多いんですねここに何もないと、まあ結構退屈に映ってしまうんですね。まあ秋だとか冬に関してはもう長袖なので、ここは隠れてしまうので、そこまで手元のですね、彩りって見えないんですよね。まあちょっと動いた時に見えたりするっていうのは、それはそれですごく素敵なんですが、まあ夏に関してはものすごく この腕周りのアクセサリーだとか装飾って重要なので、ぜひ皆さんも取り入れていただきたいんですね。まず、これはマストなんですが、左手にはですね、これは腕時計。これはね、絶対あった方がいいです。いろんな選択肢があるんですが、えー、僕が普段しているのはですね、えー、一群の時計はこちらなんですね。まあ、機械式の時計で、僕にとっては一丁らのものなんですが、こちらを押してみたいと思います。 ま、時はね、お持ちのもの何でもいいかなと思うんですが、なんかまあ、機能性というよりは、一つこう、腕元をですね、彩るためのアイテムとして使っていただきたいんですが、 このように時計が一つ加わるだけで全然バランスが変わってくるかなと思うんですね。まずは左手に時計をしました。これだけでもちょっと漏れましたよね。じゃあ右手はどうするかっていうと、まあ何もしないっていうのもありなんですが、僕はちょっとしたアクセントに何かを入れたいなと思うので、左のポケットから色々とですね出したいなと思ってるんですが、これですね。 バングルですね。まあバングルですとか、あとはですね、ブレスレットですね。そのあたりでもいいかなと思うんですが、まあブレスレットの結構ね、こう動く感じは僕があんまり好きではないので、まあバングルのようなちょっと固定してそんなに動きが出ないものの方が好きなので、こちらを取り入れたいと思います。 こんな感じですね。まあ、バングルといっても太さが様々で、僕が今してるのはですね、結構細身のものなんですね。結構ね、皆さんから距離があると思うんですよ。カメラと今ですね、僕は2メーターぐらいの距離があるんですが、まあ、それぐらい離れた時にも、あまりこう太くないものだと、インパクトとしては強くないので、ギラギラしないんですね。あまりにね、こうギラギラしてしまうと女性からの評価がかなり悪くなるので、まあ結構細身のものです。これは というですね、シルバーブランドのものなんですが、まあこれ、今季はですね、気に入ってすごく使っています。まあ細身で使い勝手がいいです。一方で、ちょっと、 太めのものも使ってみましょうか。これはですね、ファンタスティックマンと呼ばれるブランドのもので、えー、僕はこのブランド大好きでいっぱい持ってるんですが、結構太さがあるものですね。先ほどのトゥアレグのものと比べると、2倍、2.5倍ぐらいの太さがあるかなと思うんですね。これぐらいですね、5インパクトがあるものでも、遠目で見るとそこまで太くないんですよ。見てください。 はい。時計とのバランスで言うとこんな感じですね。はい。まあ、これぐらいでも悪くはないですが、ちょっと中級者向けなのが太めの、えー、バングルですね。大体いい幅で言うと1センチぐらいでしょうか。で、こちらのトゥアレグの方が、そうですね、3、4ミリぐらいなのかなっていう感じでしょうかね。まあ、一番最初はこれぐらいの細いものがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも手元を彩るというところで、こんな感じで、 つけてもらうとですね、だいぶ先ほどに比べるとアクセントが加わったのが分かっていただけるかなと思います。ただのシンプルな着こなしじゃなくて、ちょっとオシャレ感が漂うのが分かるかなと思うので、ぜひまず一つ目はですね、手元を彩るというところ、ここからドライをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムですね。これは何かというと、まあ夏ならではというか、僕にとってはほぼ一年中使ってるアイテムなんですが、 こういったサングラスですね。これを使っていただくと一気にアクセントが加わるので、僕にとっては欠かせないアイテムなんですね。ちょっとかけてみましょうか。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。まあ、このようなサングラスなんですけども、僕はですね、まあ、サングラス大好きなんですよ。ただ、以前はですね、結構普通の、いわゆるこう、瞳が 透けて見えないような濃い色のサングラスをしてたんですが、やっぱりですね、いいのはいいんですよ。眩しくないし、すごく使い勝手はいいんだけども、めちゃくちゃ怖く見られるんですね。で、結構奥さんからもうちょっといかつく見えるよという形で指摘を受けたので、まあ、ここ数年はですね、持っているサングラスのレンズを変えているんですね。こちらはですね、カラーレンズと呼ばれるようなもので、いわゆるサングラスよりもですね、だいぶ濃度がですね、抑えたものなんですね。 ですので、瞳が見えるのが分かっていただけるかなと思うんですね。まあ、このようなカラーレンズってたくさんバリエーションがあるんですが、その中でも僕はブルー系のものが好きで入れてるんですね。ちょっと涼しげに見えるのでブルー系が好きなんですが、まあ、ブラウン系とかそういったものでもいいと思います。こういったもので、濃度があまり高くないものですね。選んでもらって、サングラスじゃなくてカラーレンズを使うとですね、室内でもかけることができるので、意外と使い勝手がいいんじゃないかなと思います。皆さんのお手持ちの 伊達メガネだとかサングラスどちらでもいいんですがそういったものをですねぜひ皆さんにはメガネ屋さん一番いいのはゾフですね僕はゾフに必ず行ってカラーレンズに入れ替えるというのをやってもらうんですねだいたい3500円前後でカラーレンズに入れ替えることができるので新たに新調するのもいいですがお手持ちのものでカラーレンズを入れてもらうのもすごくいいかなと思いますこんな形で手元がちょっと彩りがあってあとは顔周りですね 結構第一印象って顔周りとか大事だったりするので、ここにサングラスなんだけども、 でも、いかつすぎないようなカラーレンズを入れたものを取り入れるとかなりですね、アクセントが取り入れられるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。もう先ほどのね、何にもつけてない状態から比べると、だいぶ彩りが増したかなと思いますね。まあ、これぐらいのスタイルだったら僕はこのまま歩いてもいいんじゃないかなというぐらいですね、だいぶですね、バランスが取れたかなと思うので、ぜひ皆さんもこのようなカラーレンズ、もしくはもう本当になんかサングラスっぽいものがいけつかなくて嫌いで 嫌いだとといいいうう方は本当にででもいいと思うんですねちょっとこう顔周りにメガネが入るだけでもおしゃれ感って増すんですよ。なので、特に薄い顔の男性とかはこういったメガネとか小物類をしてあげるとすごくですね、華やかな印象になるかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目のテクニックなんですが、今度足元が見えるようにですね、ちょっと画角を変えてみたわけなんですけども、白レザースニーカー今履いてますよね。これをですね、ちょっと変えてあげるだけでもだいぶ変わってくるんですね。先ほどは、 こう手首の部分を変えまして、その後は顔周りを変えました。まあ、先端部分って結構目立つんですよ。足元で言うと靴ですね。ここを変えてあげるだけでだいぶ印象が変わるので、ここを超ベーシックな白レザースニーカーではなくて違うものに変換させていきたいなと思うんですね。まずはですね、一つ方法としては、ドベーシックな白レザースニーカーではなくて、 ちょっとトレンド感の漂うようなニューバランスとかこういったちょっとぽってりとした厚底系のスニーカーを使ってみるのはありかなと思います。ニューバランスもしくは他オネオネとかそのあたりでもいいと思うんですがそういったものを使ってみるのもありでしょうね。ちょっと履いてみましょうか。 こんな形でニューバランスを履くことで土定番の着こなしから少しですね、旬な今っぽいスタイルになったのがわかるかなと思いますね。僕もね、このようなスタイルは大好きなのでシンプルな T シャツに e ージースラックスみたいなものにニューバランスという着こなしね、よくするんですよ。こんな形ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。簡単ですよね。いつものスニーカーをベーシックなものからトレンド感のあるものに変えるというところでだいぶですね、 いつも通りの見え方とは変えられるのでトライをしていただきたいですね。はい。まあニューバランスというのが一つの手なんですが、もう一つありますが、やはりニューバランスだと夏っぽさっていうところはあんまり出ないかなと思うんですね。まあ通年で開けるものなので、これはこれでいいんですけども、そうではなくて、もうちょっとこう季節感の出るものを取り入れてみるというのも一つ手かなと思ってまして、そこで出したいのがこれですね。グルカサンダルですね。はい。皆さん、これですね。まあサンダルが今年すごくですね、まあ トレンドアイテムといったら何な,なんですが、まあ、ずっとあるものなので、えー とは言いつつ、結構旬でレザー系のサンダルが増えていまして、まあ、グルカサンダルだとか、あとはビルケンシュトックのサンダルが今季はめちゃくちゃ増えていますね。いろんなセレクトショップ回っていても必ずありますので、まあそういったものでもいいかなと思うんですが、こういったレザー系のサンダルですね。ちょっと履いてみましょうか。今僕が持っているのはこれですね。GU の昨年のグルカサンダル。何度も何度も出てきますが、これは名作でしたね。めちゃくちゃ良かった。こんな具合で履いてみると。 そうですね。まあ、だいぶドベーシックな形から抜け出してきましたね。まあ、普通に生きていて、 あんまりですね、グルカサンダル履いてる人とすれ違わないと思うんですね。ましてや、まあ、10代、20代のおしゃれ好きそうな男性であれば履いてたりもするんですが、僕ら大人世代でグルカサンダル履いてる人なんて、そうそう見かけないですよね。それはおしゃれな街に行けばいるのかもしれないけども、そんなに着用率は高くないので、こういったものを履くだけでも、やはりおしゃれには見えると思うんですね。人ってどういう時におしゃれって感じるかというと、ベーシックで着こなし が整っているというのも、まあ、おしゃれに感じる方もいるかもしれないんですがそれだけだとちょっとインパクトが弱くて人との違いがある程度明確になることでおしゃれだということに気づいてもらえるんですねそういった意味ではちょっと人との違いを入れていくことが大事でそういった点ではこういったグルカサンダルだとかレザー系のサンダルを足元だけ履いてみるのはいいと思うんですねこのベースがですねかなりシンプルなのでそこに対して足元だけこういったものが取り入れて でもですねそんなに悪目立ちしないんですよ。ですので、こういったグルカサンダルとか、ビルケンシュトックのサンダルというのは、今年らしくていいかなと思うので、お手持ちのベーシックなスタイルにですね、ぜひ入れていただきたいなと思っています。まあ、その他にもリビエラのスリッポンとかね、そういった大人っぽい形でもいいと思いますし、ちょっとこう足元をいつものレザースニーカーだとか、ニューバランスのスニーカーではなくて、ちょっと変えてあげるというところも、ぜひトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目の裏技なんですが、今度はですね、T シャツを着替えてみたわけなんですね。先ほどまではですね、結構深めのグレーの T シャツ、ユニクロ U のものを着ていたわけなんですが、まあ色がですね、ベーシックだとそれはそれで使いやすいんですが、ちょっとですね、色の感じを変えるだけでも、だいぶですね、アクセント効果があって、おしゃれに見えやすいかなと思うんですね。 まあ、プリント T シャツなんかもいいんですが、ちょっとハードルを高く感じる方もいらっしゃると思うし、あと年齢によってもなかなか似合わなかったりすることもあるかなと思うんですが、こういった綺麗な色の T シャツを取り入れると、一気にですね、退屈さが抜けるかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。僕が今着てるのは、今季のですね、グリーンレベルさんとコラボレーションをして作ったですね、ダークグリーンの T シャツなんですが、まあ、このような色はめちゃくちゃ使いやすいですね。オリーブだとかダーク ダークグリーンのような、ちょっとですね、グリーン系の色というのは旬な雰囲気もしますし、なおかつですね、ブラックだとかネイビーのような、そういったボトムスとも合いやすいですし、あとはホワイトのパンツなんかにも使いやすいので、結構ですね、大人の男性には適した色かなと思うんですね。色がちょっとアクセントがあるけども、無地なので、そこまで悪目立ちもしないですし、すごくですね、おしゃれが苦手な方でもトライしやすい色なので、ぜひこういったダークグリーンなんかもトライをしていただきたいですし、あとはですね、こういった ライトブルーみたいなものも結構良かったりするんですよね。これ昨年、ユナイテッタロウで購入したものなんですが、このような少しこう綺麗なライトブルーみたいなものも着こなしが華やかになるので素敵かなと思いますし、あとはですね、身近なとこで言うと、 ユニクロ U のエアリズムですね。こちらの中ではですね、パープルとか、そういった小綺麗な色といいますか、ちょっとこうアクセントカラーになるようなもの、こういったものでもいいと思うんですね。だいぶこれだけでもベーシックな見た目がですね、ちょっとアクセントが加わるかなと思うので、このパープルもいいかなと思いますし、あとはちょっと渋い色ではあるんですが、ビューティーユースで購入したこちらのブラウンの T シャツがね、めちゃくちゃ良かったんですよ。このような大人っぽい チョコレートブラウンみたいな色もですね、結構使ってもらうと人との違いが明確になるんですね。だけど決してこう悪目立ちをしないというところで T シャツの色を変えてあげるというのは すごくですね、いい手段だと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ちなみに先ほどからですね、パンツはずっと変えていませんが、ボトムス変えなくてもトップスを変えたりだとか、あとはアクセサリーを入れたりだとか、靴を変えるだけでもだいぶ変わるというところがですね、皆さんに分かっていただけたかなと思います。T シャツの色からですね、ちょっと綺麗な色をトライすると、かなりですね、見栄えも変わりますし、意外と女性からの評判も良かったりするので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいと思います。 と思っていますはい、続いてラスト5点目はですね、今僕が被っているのはこういった帽子ですね。こういったものを取り入れるだけで、だいぶですね、着こなしの退屈さがですね、紛らわすことができるかなと思います。僕もですね、キャップだとか帽子は大好きで、長年被ってきたんですが、なかなかですね、大人の男性だと帽子苦手という方は少なくないかなと思うんですね。ただこれは、 慣れだと思ってるんですね。というのも、こういった帽子って見慣れないじゃないですか。なので、しばらくはですね、被ってる自分にだいぶ違和感があるものなんですね。僕も最近はキャップしばらく被ってなくて、久々に今年被ったらめちゃくちゃ違和感があったんですね。だけども、結構ランニングの時とか、キャップを被ることが多くて、まあ何日か被っていたら、さすがに目が慣れて、やっぱり使い勝手がいいなと思ったんですね。ですので、似合う似合わないっていうのはもちろんなく 実はないんですがそれ以上に見慣れるかどうかというところもあるかなと思うのでこういったキャップみたいなものをトライしてみるのも一つ手なのかなと思います退屈な着こなしにちょっとしたアクセントを加えることができますしまあ実際ですねないよりあった方がはるかに夏には便利なんですね 日差しを避けることもできますし、眩しくないので、特にアウトドアとか外遊びの際にはあると便利なので、僕はですね、このようなキャップは必ず最近は使うようにしてるんですね。まあそれと合わせて先ほどのようなカラーレンズの入ったようなサングラスですね、こういった形で合わせてもらってもいいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、 まずは気軽にですね、ワンマイルウェア的にこういった帽子を被ってみるのもいいと思いますし、試着をしてみるところから始めるのもいいかなと思うので、意外とですね、帽子ってあると便利ですし、見慣れるまでに時間がかかるんですが、見慣れた時にはかなり着こなしの幅が広がると思うので、皆さんもトライをしていただければなと思っています。ちなみに僕が使っているのはですね、これはフレッシュサービスというブランドのもので、ちょっと凝ったものなんですが、もう本当にブラックの無地とかでもいいかなと思うので、そういったものだったらユニクロとかでも売ってた するのでまずはそういったものからですね気軽にトライをしていただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では夏の退屈な着こなしを おしゃれに見せるための裏技5000ということで動画をお届けしました。まあ、どの裏技に関しても割とですね、シンプルで使いやすいかなと思うんですね。まあ、アクセサリーを足してみたりだとか、あとはカラーレンズ。まあ、サングラスだとちょっとハードルが高く感じるかなと思うんですが、カラーレンズぐらいであれば割とですね、だメ眼鏡の延長線上で使えて、サングラスよりはオラオラ感が出ないので使いやすいかなと思うんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、いきなり買う じゃななくててまずはお店に行って試着をしながらあこんな感じなんだなっていうところで目を鳴らしたりだとか感覚を鳴らすところここから始めてもらうとすごくいいと思うんですねそしてちょっとずつ慣れてきたらまあ一二点でもいいので今回のテクニックを取り入れることでだいぶ夏の着こなしがアップデートできるかなと思いますしちょっとこないだ雰囲気にも見せられるかなと思うのでぜひお試しいただければなと思っていますこちらのチャンネルではこれからもですねこんな形でメンズファッションの基本を皆さんにお伝えし たいいなとと思ってててるんでですすすががももうう少しししし中級者向けのアイテムですとかコーーディネートに関しまましは僕がもう1つ運営 YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。月に何回かはですね、生配信もやっていまして、そちらでは皆さんと交流をしながらですね、どんどんご質問に答えていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか普段動画を見る時間がないという方はですね、写真と文章を使っておすすめのアイテムですとか、コーディネートの 解説をガンガン行っているオンラインサロンというものも運営していますのでそちらも概要欄からリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに